皆さんこんにちは、みきです。はい、今日はですね、2022年上半期の、ベスコスをご紹介していきたいと思います。はい、ということで、もう YouTube 見てるとね、着々と出てきている上半期のベスコス、私もご紹介したいものが本当にたくさんあります。はい。で、ですね、今回、まあ、紹介したいもの本当にたくさんあったので、プチプラ編とデパコス編に分けて、紹介していきたいと思います。はい。で、まず今日は、デパコス編からやっていこうと思うんですけれども、まあ、今年の新作であったりとか、あとは、まあ、前々から発売していたけど、今年改めて、いいなと思った、はい、アイテムだったりとか、紹介していこうかなと思います。はい。まあ、本当に前々から出てたものでも、なんかね、こう周りに回って、これ今でしょうみたいなのがね、たくさんあるので、はい、紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい。まずですね、今年の、大騒ぎだった新作アイテムといえばこちらです。はい。皆さんご存知、シャネルの、リップチーク、ボームヌメロアンドゥシャネルの、リップチークですね。はい。これ確かね、6色出てたと思います。まあ、多分今年の1月に発売した感じだったと思うんですけれども、未だにやっぱり売り切れてるとことかもあって、なかなかね、しばらく手に入らなかったものだと思います。ね、私はもう本当に店舗にも行ったし、ネットでも漁ったし、で、本当欲しかった3色をゲットできて、この3色もずっとずっと、この夏まで本当に愛用して、本当におすすめしている商品です。で、私は2番と3番と5番を、買いました。ちょっとだけ色をご紹介すると、これが2番のヘルシーピンク、これが3番のバイタルベージュ、これが5番のライブリーローズウッドっていう色になってます。はい。3色こんな感じです。実際につけた感じは、個別でね、これは動画出してるので、こっちの動画をご覧ください。まあ、この3色、まあ、すごくね、人気の3色なんですけれども、何がおすすめポイントかというと、まずはこの圧倒的なツヤ。はい。このツヤ感です。ビニールみたいなこのツヤ感です。はい。で、まあ、今年もね、去年に引き続き、やっぱツヤ肌っていうのがね、メイクの一つのポイントだと思うんですけれども、まあ、ファンデーションだったり、ベースメイクだけじゃなくて、チークでもこのツヤをね、表現できるよっていうことで、まあ、リップだったり、チークだったりも、やっぱりツヤっぽいもの、すごく流行ってきてると思います。はい。で、私も今日、これはですね、このライブリーローズウッドをつけてるんですが、こんな感じで、やっぱりこういう練りチーク的なものって、すごくパウダーと違って、光をね、このまま、グッと肌に、留めてくれるので、ツヤツヤな、しかも、自分のこの体の中からこうね、色がこう滲み出てるような、すごくね、色気のある、はい、感じになるので、このシャネルのやつは本当におすすめです。もう今年は大活躍してます。あとはまあ、リップチーク、チークにもそうなんですけど、もちろんリップにつけても本当に可愛くて、これリップチークって結構ね、リップにつけると発色が薄いことが多いんですけど、これはもうめちゃくちゃちゃんと発色するので、すごくね、リップに使っても可愛いなっていうのが割と驚きでした。はい。ということで、ベスコス一つ目は、このシャネルのリップチークでした。続きまして、二つ目は、こちらです。じゃじゃん。セルボークの、ボランタリーアイズ、違う、リグニファイドリップス、29番です。はい。で、こちら、29番。これはね、全然今年とは関係なくて、もう前々からある、リップなんですけれども、なぜね、今日これを紹介するかというと、まさに、今、今年使ってほしい色。っていうことで、紹介していきたいと思います。で、この29番、結構ね、黄色いんです。はい、こんな感じ。でも、この黄色がね、本当にいい役目をするんです。はい、実際に見せようかな。
また、今年ね、夏、オレンジ系のリップ流行ってると思うんですけど、意外と自分に合ったオレンジリップを、見つけられないっていう方が多くて、そういう人になったりとか、あと、もともと私みたいに唇の色がちょっとピンクがかってる人、こういう人なんかにもすごくおすすめしたいです。はい。で、まあそのオレンジリップがなかなか見つからないっていう人は、やっぱオレンジが濃すぎたりとか、ちょっと浮いちゃってるなっていう人が、多いと思うんですけど、そういう時にオレンジのリップの上からちょっとこれを足してあげると、柔らかい山吹色みたいなオレンジになったりとか、はい。少しそのオレンジ感が和らいで肌に馴染みやすくなってくれるので、そんな万能なお助けアイテムです。はい。で、私みたいなこのピンク色の人が塗るとどうなるかというと、こんな感じ。オレンジになるんです。不思議でしょ？これね、本当にすごく気に入ってるんです。最近私、サロンの方でもメイクレッスン、言って、まあ、その人が知りたい自分に似合うものだったりとか、もっとこうやってメイクするといいよっていうのをお伝えしてる、まあ、メイクレッスンっていうメニューがあるんですけど、はい、そこでもね、最近はこれすごくね、みんな気に入ってくれて、みんな買ってくれてます。こんな感じ。だってさ、なんか見てたのと全然違くない？そう。これは本当にまさにつけてみないとわからない、イエローリップなんだけど、はい。ピンク味が強い人はこんな感じで、すごくね、馴染みやすいオレンジになるし、なんかちょっとね、自分に似合うオレンジリップを探してる人にも、ちょっとこれをプラスして、肌馴染みのいいオレンジにしてもらいたいっていうアイテムです。はい。で、まあこれもそうだし、リップモンスターとかでもね、忍ばせイエローみたいなあったと思うんですけど、イエローって結構その、肌のくすみ、を飛ばしてくれるので、唇の血色が悪い人とかにもすごくね、おすすめです。これをベースに塗ってから、なんか別の色塗ったりとか。まあ多少ね、その色は変わってくるとは思うんですけど、くすみ飛ばしにイエローってすごくいい色なので、これはまた今年すごくね、改めていいなと思ったリップです。はい、そして次は下地です。こちら。はい、ランコムのエクスペールトーンアップローズとエクスペール BB。はい。簡単に言うと、トーンアップ下地と BB クリームになっています。で、これもね、最近の動画では本当にちょこちょこ、紹介しているんですけども、発売時期とか詳しくはわかんないんですけど、今年、出会ってしまった。はい、抜群にいい下地になってます。はい。これもね、ちょっと見ていきましょう。やっぱちょっと値段がそこまで安いものでもないので、もう色味だったりとか、その BB と普通のトーンアップの方との使用感を比べつつ何を買おうかってずっと悩んでたので、まだね、今ここ試供品しかないんですけど、まあこれを使い終わったらトーンアップローズと BB の N っていう1番の方ですね、をもう絶対買おうと思ってるので、はい。もう近々ゲットしたいなと思ってます。で、まずですね、トーンアップローズの方で、これをちょっとね、お見せします。で、この下地のいいところは、なんといってもツヤ。なんかすごい、変な風に出しちゃったから、ちょっと、こう。そう、なんといってもツヤがすごい。っていうところと、あとは、もう本当にね、素肌を活かしつつ、すごくすごく綺麗な、トーンアップ具合を見せてくれる。ついてる。はい。まあ、ツヤと素肌感っていうところですね。で、私、ファミュのね、スタジオほんとずっと使ってたんですけど、もうそれを超えるぐらい、今年のその肌感だったりとか、まあ、使用感にマッチした下地になってます。はい。で、トーンアップローズの方ですね。こっちはですね、まあ、トーンアップに特化したものなので、肌の補正機能っていうのはそこまでありません。本当にね、みずみずしく肌をトーンアップさせてくれるっていうものですね。はい。で、とにかく、本当に、ツヤがすごい。はい、こんな感じ。でね、これすごく不思議なんですけど、こうやって見ると私の血管が見えるのわかります？っていうぐらい、なんか肌がすごい透き通って見えるんですよね。はい。不思議。
なんだろう、トーンアップしてるんだけど、それよりもなんか肌が透けるぐらいなんか透明感がアップするみたいな、そんなイメージで感じてます。私はツヤツヤ、とにかくとにかくツヤツヤで、もう一個の BB の方はちょっとだけカバー力があります。でもそこまでこれだけでニキビを隠せるかとかっていうと、そこまでの補正機能はないので、本当に肌の赤みをちょっと抑えるとか、肌のくすみを整えるとか、はい、そのぐらいのまあ、カバー力だと思ってもらえるといいと思います。全然ファンデーションほどのねカバー力はないですね。ただ多少のその色ムラだったりとかくすみはパンと飛ばしてくれるよっていう感じです。はい、こんな感じ。うん、まあ、やっぱりねこっちのトーンアップローズの方が素肌感があると思います。はい、でこっちはね一枚透明な、なんだろう、あの膜をピーッと張ったような感じですね。でもこれもねほんとすごく綺麗に、はい、肌整えてくれます。で香りもねちょっとお花っぽい香りですごくいい香りです。もうほんとしっとりはい、今日もね私この下地使ってます。今日はね BB の方使ってみたんですけど、まあ、いつもねクマとかコンシーラーで消したりするんですけど、今日は意外とこれでいけるかなと思ったので、はい、ここのシミとかもね割とカバーできてるんじゃないかなと思います。はい、今日も私の肌をツヤツヤにしてくれてます。うん、まあ、それぞれね色味が何種類もあるので、やっぱりそこはね自分の肌に合ったものを、はい、選んでほしいなと思います。はい、でもこれは本当に、まあ、今日紹介する中でもナンバーワンでもいいぐらい結構感動したベース下地になってます。で次がねパウダーです。こちらじゃじゃん、ナーズのライトリフティングセッティングパウダープレスト N5894。 めちゃめちゃ長いわかりづらい。こんな感じの、固形のパウダーになってます。はい。で、私は、もう、本当にずっと言ってるんですけど、パウダーが大嫌いなんですよ。結構皆さんは化粧崩れしないためにパウダーをつけたりすると思うんですけれども、私の肌って、なんかちょっと変わってるのか、パウダーをはたくことによって、崩れてきちゃうんですね。っていうのも、まあ、年齢ももちろんあるんですけど、やっぱこの目の下のクマの部分だったりとか、まあ、このほうれい線の近く、この辺っていうのは、やっぱりパウダーを振って時間が経つと、もう、粉々ってなってきちゃうので、なので私は極力やっぱパウダーは振りたくなくて、自分に対して。うん、もうずっとね使って、まあ、本当にやるとしても眉のところだけとか、まあ、目の上アイシャドウのっける前とかっていう感じで、この辺は触らずにほとんど仕上げてるんですね。なんですがこのパウダー、これはね使ってもいいでしょうっていうパウダーですそう、本当にねこれはよれない、崩れない、サラサラ、そしてツヤを消さないということで、ちょっとね、まあ今ね、もうすでにつけている状態なんですけど、このパウダー感が全くなくないですか？うん、ちょっとね、ほっぺたの部分つけていこうかなと思うんですが、まあ、私はね、手にもうサササッと取って、こうやってサッサッサッとつけちゃうんだけど、大きめのブラシとかで、ちょっとね、全体になじませてあげてもいいと思います。はい。こんな感じで、さささささっと伸ばします。けど、何も変わっていない。はい。ツヤはそのまま。ただ、触ると本当に、もうペトっていう嫌なベトつきがなく、サラ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 っていう。はい。この魔法のパウダー。すごくね、びっくりしました。これ。はい。まあ、やっぱツヤ肌が流行ってるとはいえ、やっぱ夏になるとね、もうやっぱり汗が出てきたりするとね、ツヤ肌といえども結構ベタついてくるので、まあ、そういう時に、これからね、すごく使っていきたいなと思う、本当にパウダーでした。はい。で、まあ、これは私はナーズのちょっとイベントに行かせてもらった時にもらった、
あの大きさなので、実際はもうちょっと大きいのかな。この大きさもあるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかく、ライトフレクティングセッティングパウダーのプレスト N5894 です。長いんだよ、これ。これ、フェイスパウダーでした。はい、そしてそして、お次がこちらです。はい、モサージのニュアンスフェイスカラーでーす。はい、これも今まで何回も紹介してきました。リップチークだけじゃなくて、アイシャドウだったりとかにも使えますよっていうマルチアイテムです。これも、まあ前々からあるものなので、なぜ今更って思うかもしれないんですけど、今年は、あの本当にね、マルチコスメ、あのチークだけじゃなくて、リップだったりとかアイシャドウにも使えますよっていう、マルチコスメが本当にいろんなとこから出ていて、まあ最近だったらローラメルシエからね、チューブのチークみたいなやつ。あれもマルチに全部使えるやつなんですけど、まあそういったオールインワンじゃないけど、なんかこう一つのものでいろいろ使っちゃおうぜみたいなのが今年はすごく出てる気がします。なのでその中でも私がすごく気に入ってるこのオサージのニュアンスフェイスカラーを紹介していきたいと思います。これはですね、現在私は2色持ってます。はい。で、一つが、01番の姿っていう色ですね。これが、こんな感じの優しいベージュっぽい色になってます。少しね、ピンクがかったようなあのベージュっていう感じですかね。であとは02番の、これは革新ですね。革新っていう色です。モサジのね、このネーミングセンス結構私好きなんですよね。はい。これはもうちょっと赤茶っぽいような色なんですけど、中にね、ちょっと動画では伝わらないかな。あの中にちっちゃいゴールドのラメが入っていて、それがね、ものすごく可愛いです。はい、こんな感じの2色です。これもですね、この間出したばっかの動画で、あの1日ね、デパコス、プチプラ、いいアイテムを探すっていうのをやったんですけど、その中で最近のこのニュアンスフェイスカラーの全色、あの試してきました。あのちょっとオレンジっぽいものと黄色っぽいもの、めちゃくちゃ可愛くて、あのこれはね、またすぐにね、ちょっと他の色も買ってこようと思っています。はい。で、シャネルのやつに比べると、もうちょっとね、ナチュラルかな。そこまでツヤツヤツヤっていうわけでもないし、ただ、あの、本当にふんわり色づいてくれるものなので、割とナチュラルメイクが好きな方とか、この革新なんかはそこまでチーク、色をのっけたくないけど、ただ何かちょっとつけときたいとか、っていう人にもすごくおすすめです。本当にナチュラルだけど可愛い。はい、ニュアンスフェイスカラーになってます。で、どこにでも使えるとは言いつつ、私は結構こういうのはチークにしか使わないので、あんまり目とかリップには使わないかな。リップにはちょっとね、使いづらいかなと思うんだけど、アイシャドウとしてはすごくね、この1番とかめっちゃ可愛い色なので、はい、使ってみてもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、そして、最後のアイテム、こちらです。はい、ジル・スチュアートの、ムースブローマスカラ。の08番、眉マスカラです。これはですね、もう圧倒的に今年、私が超気に入っているコスメですね。はい。これも何回も何回ももう動画で紹介してるんですが、それぐらい、もうみんな覚えてっていうぐらい、本当に気に入ってます。はい。なんかはこんな感じ、ちょっとくすんだ優しいピンクっていう感じの色です。はい。これは今日も使っていますが、こんな感じの色です。で、実際に、見ると、もっともっとピンクです。うん。なんか室内で見るとこんな感じで、結構ね、ほんのり明るい眉になったかなっていう感じなんですけど、実際に、外で見たりすると、もうものすごくね、可愛いピンクで、本当にすごい可愛いです。うん。まあ、よかったらね、私のインスタグラムの方に、これ使ったメイクを載せてて、それがね、すっごく多分色味的にわかりやすいので、それを見てほしいかなって思います。はい。まあ、これはですね、もう本当に、まあ、言うことないですね。ただただ、色味が可愛いという、ものなんですけど、まあ、今みたいにこういう眉毛に塗るのはもちろんなんですけど、このままマスカラに使っても、
本当にね、カラーマスカラみたいに可愛く使えるアイテムなので、一応ね、マスカラとしても使えますよっていう、アイテムです。でこれはね、私が今年紹介した中でも本当にすごく人気で、まあ、実際にやっぱ私が使ってるのを見て、あ、これ可愛いってなって買ってくれたお客さんが本当にいっぱいいて、っていうくらい、すごくね、人気でした、実際に。で、私も本当にすごくおすすめしました。今年。めっちゃ宣伝してる。本当可愛いから。そう。ということでね、ジェルスチュアートのね、このムースブローマスカラ。本当におすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、こんな感じで、まずはデパコス編紹介していきました。結構私は、その毎回ね、メイク動画上げてる中で使ってるアイテムも多いので、あ、これかって思った人もいるかもしれないんですけど、まあ、そのセルボークの29番だったりとかは、本当に久々にね、登場したし、意外とみんな知らない、名作っていうものもあったと思うので、まあ、ぜひ、まあ、これから夏にかけてね、とてもおすすめなアイテムだったりもするので、はい。皆さん、チェックしてみてください。すごいなんか、日が昇ってきて、めっちゃテカテカしてんな。またすぐね、プチプラ編もやっていこうと思いますので、そっちの方がね、アイテム数は多いかな。で、今年ゲットしたものも、やっぱり多いので、ぜひ、そっちも楽しみにしていてください。はい。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。